どうもチョロです。ポケオロ PVP の動画上げております。今回ですね、ギャロップライチュージュゴンっていうパーティーでね、スーパーリミックス潜っていこうと思います。いやー、もうあの全国の M ファンの皆様お待たせしましたって感じなんですけれども、昔ですね、3年ぐらい前かな、関東カップが初めて開催された時にギャロップを使って、でその時のね、破壊力がすごくて、結構ね、私の動画を昔から見てる人はね、もしかしたらね、覚えてるかもしれないんですけれども、ギャロップファンの方多いんですよ。で、ちょっとね、久しぶりにね、満を持して使ってみようかなってことでね、まあ、投げてみたんですけれども、まあ、いい感じで今のところ、いけてますよね。で、相手が技を食らうのは嫌で、まあ、シール貼りたくもなかったと思うので、こっちのシールだけ剥がして15も投げてきたんですけれども、まあ、見ててくださいよ、この破壊力。まず、ニトロチャージでダイナミックだったじゃないですか。で、まあ、このドリルライナーで、さらに、思いっきり削りを入れていって、で、ここでね、ライチュー投げてしまい、おそらくこのジョグも仕事せずに倒れてきますね。この破壊力ですよ。これがね、もうギャロップの持ち味で、で、まあ、こっちは、あれですね、ちょっときちんと作っちゃう状態で後ろ向かい打てるんで、まあ、闇波が来ようがない来ようが全然平気なんですけれども、出てきたのがハガネールということで、まあ、確かにね、タイプ相性で相手地面入ってるんで、こっちのね、ボルトチェンジ効かないんですけれども、河原割り覚えてるじゃないですか、ライチューって。で、河原割りは相手の防御力をね、一段確実に落とす技なんで、これ結構ね、いけてるんですよね、ハガネール相手に。まあ、ハガネールってね、地面タイプ入ってるから全然効かないように思えるんですけれども、まあね、なんだろ、やっぱりね、弱点使われるとそれはそれで弱いですし、あと、ライチューの火力が、まあ、相当あるっていうことで、まあ、相手の防御力も下げてますし、これ入れたら多分ね、もう黄色以下ぐらいになるんじゃないかな。結構入りますよね。なので、意外と戦えて、で、相手がこれ起点作りにね、闇闇投げてきたんですけれども、まあ、でもね、ギャロップとライチューでこれだけ削り入れてしまえば、もう怖くないですよね。ここはもうジュゴン投げていって、で、相手がね、イカ様打ってくるんですけれども、まあ、暗いレンズで突き抜けていって、で、あとはこちらは、つぶてだけで倒しに行こうかな。つぶてだけで倒しに行って OK ですかね。だけど、まあ、潰してだけで倒しに行くんですけれども、まあ、相手ゲージ溜めてるんで、もう一発ここでね、イカ様打ってくるんですけれども、これは張ってしまって、で、戻ってきたね、ハガネールに、凍える風をどんどん打っていって、置物にしてしまえば、もうギャロップでとどめですかね。というわけで、まあ、倒していって、で、あれですね、ハガネールが戻ってくるんですけれども、まあ、凍える風もね、一応等倍で入りますし、まあ、シールライト2枚残ってるとはいえ、まあ、攻撃どんどん落ちていくので、これはもういただきですよね。だから、ま、突っ込んでいって、で、もう一発凍える風入れられるかな。入れられますね。で、まあ、これ、同発かな。まあ、同発なんですけれども、まあ、もうこれで攻撃2段引いてしまえば、もともとね、攻撃力のハガネールの、火力だったら大したダメージ受けないですね。おそらくサイコハングとか打ってるんじゃないかな。で、まあ、これがどれぐらい入るかちょっと見てみたいところなんですけれども、で、これ吐かせたら、もうギャロップ投げちゃっていいっすね。相手もう攻撃2段階落ちてるんで、まあ、ギャロップペライポケモンなんですけれども、倒す火力出せないと思うので、これでこちらの勝ちですね。大変ありがとうございました。まあ、ご覧の通りね、ギャロップって意外なポケモンじゃないですか。でもね、ハマるとほんと強いんですよ。まあ、感覚としては、まあ、アチゲータとかね、そういった焼き尽くす系のポケモンと同じような感覚で扱えるんで、使ってみると結構楽しいですよ。で、まあ、次の対戦なんですが、相手がドラピオンということで、悪手覚えてる可能性あるんでね、まあ、ジュゴン投げていったんですけれども、まあ、わざ打ってきましたね。噛み砕いてくるのかな、まあ、噛み砕いてくるんですが、まあ、ジュゴンの耐久力だと全然耐えられるんで耐えていって、で、相手は多分ね、ドリルライナー交代機してくるのかなと思ったら、あ、なんか出してきましたね。で、ドリルライナー打っていったんですけれども、何投げてきたんだろう。ちょっと見てなかったんですけれども、出てきたのが、あれか、ドヒドイデか。まあ、悪くないですね。ドリルライナーが、しっかりダメージ入るんで、まあ、それで押しつつで戦えるかなと思います。だけど、ま、押していくんですけれども、まあ、相手はヘドロウェーブでぐらいしかダメージ取れないんじゃないかな。熱湯じゃない、いや、塩水かけたところで、まあ、大したダメージ取れないと思うので、まあ、受けちゃっていいですね。まあ、ヘドロウェーブ打ってくると思うんですけれども、まあ、ヘドロウェーブでやられていったらライチを投げていくって形でね、戦えると思います。だけど、相手がヘドロウェーブを打ってくるんですが、あれですね。まあ、やっぱりやられましたね。で、ライチュー投げていって、ちょっと起点作り気味やっちゃっていいかな。シールドどうしようかな。使わなくても良さそうな気がしますね。ヘドロウェーブ一発ぐらいだったら食らえると思うので、まあ、受けちゃっていいと思います。だから相手が技打ってくるんですけれども、まあ、さっき言ったようにね、まあ、これは受けていって、まあ、ギャロップに託していくって感じですかね。で、相手の、なんだったっけ、あいつ、ドラピオンが戻ってくるか。で、こいつは多分ね、シールド貼ってくると思うので、河原割り打っちゃっていいっすね。防御力ダウンさせていって、河原割りと、雷パンチ、で、まあ、ダメージ取っていくっていう感じでいいと思います。だけど、ま、これ雷パンチ打っていくんですが、これ貼ってくるか貼ってこないか。まあ、おそらく貼ってくるんじゃないですかね。貼らないと大ダメージ受けますよ、これきっと。ライチュも軽く、ギャロップに匹敵するぐらいあるんで、なのでね、まあ、そんな感じでシールド剥がしていって、で、もうシールド2枚剥がしてしまえば、まあ、裏に水ポケモンとかいなければね、もうギャロップで詰めていきますね。
だけど、まあ、ギャロップ投げていって、で、相手がアクアティールを覚えてるっていうのは、まあ、情報として、まあ、大きいですね。なので、まあ、シールド貼っていって、まあ、様子を見ながら戦っていくんですけれども、ここはもう、ガン起点もらいながら戦っていいと思います。あとは裏次第かな。裏に何がいるかって感じなんですが、あ、交代消してきましたね。で、出てきたポケモンが、バルチーナということで、まあ、バルチーナだったらいけるんじゃないですかね。まあ、悪の波動が若干痛いかなって気はするんですけれども、まあ、ガンガン積んでいって、うん、で、あれですね、やっていけば、まあ、起点作ってますね。普通に押せると思います。だから相手がここで、技打ってくるんですけれども、まあ、ツバメとかかな。まあ、でもシールド貼って、OK でしょ。悪波だと痛いんで、まあ、一応貼っていって、で、あれですね、もう一回、起点作ってから、ここでニトロチャージを入れていって、で、あとはあれかな、焼き尽くすだけで倒していけるかな、どうかな、微妙なラインだと思うんですけれども、いけそうですね。もう焼き尽くすだけで倒していって、ゲージを溜めた状態でドラピオを迎えていくって形で OK だと思います。ただまだちょっと溜まってないかな、まあ、ここでツバメなり赤肌なり打たれちゃうんですけれども、うん、まあ受けられるんで受けていってってか受けるしかないんで受けていって、で、あれですね、ドラピオが戻ってきたんですが、そこには、ドリライを打ってきて、こちらの勝ちですね。で、まあ、バルジーナはもう倒しきったのかな、焼き尽くしきったと思うので、まあ、こちらの勝ちですかね。うん、対戦ありがとうございました。うん、今回のパーティーはね、ギャロップとライチュウがペラインでね、ジュゴンでデバフを引いて、さらにライチュウでデバフを引いて、で、ギャロップの攻撃力で一気に畳みかけていくみたいな、そんな感じのパーティーですね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手がアロキューということで、引き先が、なんだ、アナホルマンだったので、まあ、ジュゴン投げていって、グライガーです。そう、グライガーだったので、まあ、ジュゴン投げていって、で、相手が穴掘ってくるのかな、まあ、掘ってくると思うんですけれども、こいつ通常ですよね。シャドウじゃないなら、まあ、全然受けられるから、まあ、シャドウでも受けられるんですけれども、まあ、受けていって、で、この感じだったらもう一発アナホル食らっても全然平気ですね。なので、シールド貼る必要なくて、そのままつぶってだけで倒しに行っちゃって OK かな。うん、なので、まあ、つぶってだけで倒しに行こうかなと思います。だけど相手がここで穴掘ってくるんですけれども、まあ、この後は、打たなくても、あ、打ちましたね。一応、あれか、しっかり倒していくって感じか。で、あれかな、まあ、対面接近してりゃ OK なんで、うん、まあ、あとはライチが取ってるかどうか問題。うん、あいつの後だっけ、アロキューはね、まあ、ギャロップでいけるんで、まあ、問題ないと思います。だけど、相手が投げてくるポケモン次第なんですけれども、まあ、ドラゴンとか行ったらちょっときついかなと思ったんですが、まあ、出てきたのがアロキューだったので、うん、まあ、あれかな、うん、ここでアロキュー、出てきたって感じですかね。で、まあ、ここは一発入れて攻撃ラインを引いていって、さらに安全圏にね、ギャロップを持っていって相手が引いてくるんですけれども、まあ、出てきたポケモンはこのヨザルということで、まあ、こいつにはもう一発ぶちかましていっちゃって OK ですね。で、相手柔らかいポケモンですし、まあ、ここでもシールド使うしかないんじゃないですかね。なので、これシールド奪っていって、で、これ奪ったら、ライチュー投げちゃって OK だと思います。まあ、シールドアロ取れてるんで、まあ、対面だけキープしていく感じで、むしろあれですね、対面、あれかな、いらないって言っても過言じゃないかもしれないですね。ただまあ1枚使ってね、まあ確実にね、弱らせていこうかなと思います。だけど相手がシャドボカなんか打ってくるのかな、あ、辻切ってきましたね。まあそれならそれで OK でしょう。で、まあここで空割り打っていけば、まあ相手としては張らざるを得ないんじゃないかな。うん、雷パンチでも多分食らえないと思うんですよ。うん、どうだろう。うんと、あ、やっぱ張りますよね。うん。で、こうなってしまえば相手の耐久力が落ちてるんで、もうあれですね、別にライチュやられちゃっても構わないですね。ギャロップにシールド残していって問題ないと思います。だけど相手が、ここでね、技打ってくるんですけれども、あ、辻切ってきましたね。これ、あれから雷パンチ間に合うかな。あ、ここでもう一発打ってくるんですね。まあ、それならそれ OK でしょう。これでゲージ吐き切ってるので、まあ、あとはギャロップで焼き尽くしていって戻ってきたね。なんだ、アローラキューコンも、燃やしてこちらの勝ちですかね。というわけで、この焼き尽くすで倒して、で、アロキューが戻ってくるんですけれども、あと一発で溜まるかな。そうですね、溜まりましたね。うん。まあ、これはもう一溜まりもないでしょう。うん。こんな感じでもギャロップの破壊力を信じてね、戦うと、このパーティーはね、めちゃめちゃ強いっすね。うん。対戦ありがとうございました。うん、炎系のポケモンってね、ファイアローとかね、まあ、リザードンとか、うん、まあ、あとは、どうだろう、ラウドボーンとかアチゲータとか、まあ、それなりにいるんですけれども、なんだろう、攻撃力だけで言ったら、ギャロップの右に出るものはいないかもしれないですね。まあ、実際調べてないんでわかんないんですけれども、もしかしたらリザードンが結構やるかなって感じではあるんですが、うん。まあ、それでもね、ギャロップは本当ハマった時の爆発力は、まあ、半端ないんで、うん。なんすかね、タイミングをうまく、なんかキープして戦っていけば、まあ、相当強いですね。で、まあ、次の対戦相手がね、なんだ、なんだったっけ、デンチュラか。まあ、デンチュラ圧倒的にこっちが有利だったので、まあ、スリッパに引いてきたんですけれども、まあ、技一発当ててからジュゴン投げていって、で、雷パンチこのぐらいのダメージだったら、もう一発食らえますよね。なら、ま、それ受けてしまって、つぶってだけで倒していって、まあ、裏のね、デンチュラを迎え撃つって感じですかね。おそらく、ま、デンチュラが戻ってくるので、まあ、そこにここで風一発入れてしまえば、まあ、攻撃ランが引けるんで、うん。まあ、それでね、様子を見ていこうかなと思います。
だけで、デンチラが戻ってくるのかな、まあ、戻ってきますよね。まあ、デンチラ投げるしかないと思うので、まあ、デンチラが戻ってくるんですけれども、ここはあれですね、まあ、できれば2発打ちたかったんですが、今の差し込みでさすがにやられちゃってるかな。うん、多分やられちゃってますね。うん、まあでも OK でしょう。まあここにはまたギャロップを投げていって、で相手が引いてきた引き先に合わせてライチを投げていくって感じで OK だと思います。まあドラゴンがいなければ勝てるんじゃないかな。うん。というわけで、投げていったんですけど、最後出てきたのが、エンニュートでしたね。エンニュートか、まあとりあえずドリルライナー一発ってシールド剥がしていって、まあ剥がしたら、交代時間もあるかな。うん。まあライチを投げて OK だと思います。だけで、まあ、ライチュー投げていくんですけれども、まあエンニュートもね、そういえば焼き尽くす系のポケモンではありますよね。で、まあ、これ、あれなんだけど、独特の牙なんじゃないかな。なので、ま、受けちゃって OK ですね。なので、ま、受けていって、で、こっちは雷パンチをお見舞いしていけば、相手はシールド貼らざるを得ないと思うので、まあ、それでね、様子を見ていこうと思うんですけれども、変わられ割り打ちましたね。まあ、でも変わられロッキーか。まあ、シールド絶対貼ってくる場面だと思うので、なので、ま、これで、シールド剥がしていって、相手の耐久力を下げていって、で、まあ、焼き尽くされてやられちゃうんですけれども、こっちも焼き尽くして倒せるので、まあ、問題ないと思います。シールドがね、まあ、2枚残ってるんで。うん、もう一発焼き尽くして倒せるかな。今のうちは多分倒しきれてないと思うんですけれども、どうだろう、倒しきれてるのかな。あ、倒しきれてますね。で、雲が戻ってきたので、まあ、そこでドリルライナーを打っていって、こちらの勝ちですかね。うん、もう本当に爆発力が半端ないですよね、ギャロップは。うん。大戦ありがとうございました。うん、今回ね、ちょっと珍しいポケモン2匹使ってるんですよ。まあ、ギャロップとね、ライチュー。まあ、どっちもね、あんまり普段見ないポケモンじゃないですか。なので、まあ、せっかくならね、まあ、使えるポケモンも限られてることですし、使ってみようってことで、まあ、やってみたんですけれども、まあ、ライチューもね、結構ね、主役級の働き、なんやかんやしてくれてますよね。瓦割りがとにかく良くて、まあ、ここで瓦割り打つじゃないですか。で、まあ、このヨザルって柔らかいポケモンなんで、なので、まあ、おそらくね、シールド貼ってくるか、まあ、あるいはね、舐めて貼ってこないと思うんですよ。で、まあ、ここでは瓦割りかっていうことで、じゃあ次の技受けられるなってことで、結構受けてきてくれるんですよね。ただ、まあ、ここの瓦割りで相手の耐久力を下げたことが実は大きくて、まあ、この後ね、雷パンチ相手が防がなければ、タイミング返せるんですよね。うん。で、技の回数的に相手としては、まあ、警戒してないと思うんですよ。まあ、瓦割りのタイミングで打ってるんですが、っていうか、雷パンチと瓦割りって同じ消費ゲージ40なんで、まあ、こんな感じでね、このヨザルを瓦割り一発ぶち込んだ後に、雷パンチ打てば倒せるので、まあ、それをタイミングひっくり返していって、で、相手が投げてきたのがアロキューということで、まあ、まあ、アロキューにはもうあれですよね、ギャロップ投げていけば問題ないですよね。あとは3匹目次第って感じなので、うん。まあ、やりやすいですよね。うん。というわけで、投げていったんですけれども、相手の引き先が、まあ、ドヒドイでということで、まあ、また同じですよね。ドリルナー一発ぶち込んでいって、まあ、シールド剥がしていった後に、あれですね、なんだ、あいつ、ジゴン投げていくって形で、まあ、戦えると思います。だけど、相手張らざるを得なくて、あ、張ってこないんですね。うん、ドリルナイナー警戒してなかったかな。うん、まあ、でも、ここで一発入れられたら大きいですよ。まあ、これでもドリルナイナー相手ね、大ダメージ取れるんで、まあ、こちら、ここで風打っても相手シールド張るしかないのかなと思います。だからこっちはもうシルエル1枚しか残ってないんで、まあそれはもうギャロップに残して OK ですね。これヘドロウェーブでも全然耐えるんで、まあ耐えてもらった上で、こっちはしっかり CCC で凍える風打っていくんですけれども、まあギャロップの姿見ている以上、相手はドヒロイで大事にしたいはずなんで、シルエル張ってくるはずなんですよ。うん、なるのはここで凍える風でシルエル剥がしていって、で、まあこれで相手の攻撃力が落ちたんで、もう一発できればぶち込みたいですね。ヘドロウェーブ食らう前にぶち込めればって感じなんですが、打ってきちゃいましたね。ただまあこれ耐えるんじゃないかな、さっきのダメージ感覚だった。まあ、ドキドイは相当耐久力が高いポケモンなんで、まあ、どちらかといえばね、まあ、攻撃力がないんでね、まあ、こんな感じで、もう、高校風入れてるってこともあってね、耐えてもらった上で、もう一発高校風打っていって、で、これであれかな、あ、ダメージ食らうんですね。うん。ならそれはそれでいいか。で、まあ、ここには、まあ、ギャロップを投げていって、で、あとはサイコショックを食らわないようにすれば OK なのかな。うん。まあ、でもこれはもうあれですね、塩水、まあ、溜まってないとは思うんですけれども、うん。ここでしっかり来てもらっていって、あとはね、2発、しっかり、裏のね、なんだ、土俵に技打っていけば、まあ、勝ちは確定だと思います。だけど、まあ、ゲージしっかり食べさせてもらって、で、あれですね、なんだ、ドキドイレが戻ってくるので、まずは焼き尽くすじゃないや、ニトロチャージで攻撃アップして、で、まあ、ドリルライナーも溜まってるんで、うん、勝ちですね、うん。なんだ、ニトロチャージの消費ゲージが50だっけ？うん、まあ、50で、あれかな、ドリルナイが45だったかな。なので、100があればね、溜まってるんでね。まあ、こんな感じで勝ちですね。大戦ありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。うん、まあ、今回はね、ギャロップ会ということで、まあ、ギャロップが活躍した動画をね、ちょっとまとめてみたんですけれども、ハマると本当強かったですよね。破壊力が本当半端なくて、うん、まあ、特に一戦目なんかはね、ジュゴンにネトロチャージ一発ぶち込んだ後に、まあ、ドリルライラぶち込んでいって、まあ、その後ボロットチェンジでね、ライチュウの。それでまあ、ジュゴンに全く仕事をさせずに倒すことができたんで、まあ、あんな感じでね、もうなんだろう、得意な相手をロックした上で、あるいは先着地した状態で、まあ、ガンガンね、ダメージを与えていって、で、あとは逃げてしまえばね、ギャロップはね、本当強いポケモンなんで、うまくね、得意な相手とか、まあ、少なくともね、不得意な相手以外に合わせることによって、うん。まあ、なんすかね、すごい破壊力で、まあ、戦うことができるポケモンなんで、うん。まあ、そこはね、うまく、まあ、シールド使いながらとか、あとはポケモンを回転させながら戦う必要あるんですけれども、うん、まあ、でもね、ハマればほんと強いポケモンなんで、うん。まあ、使っててね、面白いですね。うん、まあ、もちろんね、火力に振ってるってことは耐久力に難があるので、まあ、例えば、まあ、それこそ、まあ、闇ラビのシャドウクロウとか、うん、あとは、まあ、カウンターとかね、まあ、特にこのヨザルとか、まあ、ニョロボもそうなんですけれども、まあ、カウンターとか、シャドウクロウとか、まあ、そういったね、ある程度火力の出る通常技とかにはちょっと弱いんですけれども、まあ、でもね、火力の出る通常技の代表格の、葉っぱカッターとアマエルはね、炎耐性で耐えることができるんで、うん、なので、まあ、そういった意味でも、割とね、通常技でゴリゴリ押してくる相手にも、うん、そこそこ戦える性能があるのが、まあ、ギャロップの強みですね。何より、まあ、ギャロップが打ってくる技って、まあ、相手がギャロップの、攻撃力の高さ知ってるか知ってないかちょっとわかんないんですけれども、まあ、知ってる人だったらね、結構なダメージ食らってしまうんで、まあ、割とシールド貼ってくれるんですよ。まあ、そこでシールドアールを取り扱ったりもしますし、うん。まあ、あとは、まあ、さっき言ったように先着地でニュートロチャージ済んでしまえば、まあ、止めることのできない化け物ポケモンになるので、うん。なので、ま、そこはね、うまく回転をね、駆使して戦っていくと、うん。まあ、めちゃめちゃ強いポケモンですね。うん。で、あと今回ね、影の活躍をしてくれたのが、やっぱりライチュウとジュゴンですよね。まあ、ギャロップの良さを生かすために、ライチュウとジュゴンね、デバフ技持ってる2匹を入れてみたんですけれども、まあ、それがしっかり功を奏して、まあ、ジュゴンがね、相手の攻撃力ダウンを引いてくれるおかげで、まあ、ギャロップが技を受けやすくもなりますし、ライチュウがね、相手にカラー割りを入れて、防御ダウンを引いてくれるおかげで、まあ、ギャロップの火力がね、生きてくるっていうね、まあ、そういった感じの、まあ、個性ができたんで、うん、まあ、結構使ってて楽しかったですね。はい。というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、ポケモンの詳細に関しては記事して概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。ではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。